はい。どうも、皆さん、こんにちは。みくまです。えー、本日はですね、え、カプセル素体、スポッディレーシングカート、新色ですね。こちらを開けていきたいと思います。えー、よろしくお願いします。えー、今回はですね、4回、えー、やっていきました。で、まあ、カプセルの色で、中身がわかるようになっているので、とりあえず3種類ですね、開けていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、赤いのから開けてみたいと思います。 こちらがですね、ラインナップですね。はい。じゃスボディのバイオレット、グレーと、レーシングカート、イエローとブルーですね。でこちらですね、スボディの組み立て方ですねで。裏がカートの組み立て方になります。はい、こちらですね、カートのイエローになります。はい。ちょっと、組み立ては。 カットしたたいいいと思思ますパーツが思ったより細かいのでで、次黒い方を開けていきたいと思いますはいこちらがですねカートのブルーですねこちらブルーになりますはい最後ですね最後に、えー、黄色い方を開けていきたいと思います はい。ということですね。黄色は、バイオレットですね。ということで、これも、バイオレットですかね。開けてみたいと思います。はい。これも、バイオレットですね。はい。それでは、組み立てていきたいと思います。 はいということでですね組み立て終わりましたので見ていきたいと思いますじゃあまず素体の方からですね見ていきたいと思います素ボディバイオレットですねはいこちらになりますはいこんな感じですねえっ、ー、とボディがバイオレットの色をしていて何、えー、ていうんですかね骨パーツみたいな関節のジョイントとかですねそういったところはですね、えー、黒色になっていますはい でですね、これ結構動くんですよねまず頭がここボールジョイントになっているのでくるくる動かすことができますでここは動かないですねで肩ですね肩上はこのぐらいまで上げることができますねはいねでここは二の腕はロール回転ができますで肩 360度回りますで肘もしっかりと稼働させることができますそして手首ですね手首も回ります、はい、でですね腰がですねえー、っとですねここですねここでこのぐらい反りますねで前も結構このぐらいまでですね曲げることができますね、はい、だいぶ曲げることができます で、ここ腰もこう回転しますはいで次あょえー、っとここですね股のとこですねここもこのぐらい開きますはいだいぶ上げることができますでここも太ももは回転させることができますはいで上もこのぐらい 後ろもこうですねはいそして膝ですね膝もですねしっかりと曲げることができますはいでこっち側にも少しだけ反らせることができますはいでここもですね回転します、はい、で足首もこのようにしっかりと角度をつけたりすることができます、はい、なのでですね すごい動くんですよね。全何箇所稼働なんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、めっちゃ動きます。なのでですね、好きなポーズをつけさせることができますね。このように。よいしょ。あ、取れたはい。ちょっとポーズをつけてですね、このようにしてちょこんと座らせてみたりだとかですね、そういったふうにポーズを取らせることができます。でですね、これ。 いっぱいいればですね、ちょっとこう、戦わせてみたりだとかですね、いろんなことに使えてですね、いっぱいいればいるほど楽しいと思いますね。稼働箇所は全部一緒ですね。多分、もう一個素体グレーなんですけど、グレー、グレーの方も多分、色が違うだけだと思うので、多分稼働の箇所とか範囲は同じだと思うんですけども、これいっぱいいたら遊ぶ、あれがね、広がっていいと思いますね。 次カートレーシングカートの方を見ていきたいと思いますはいじゃイエローですねではですねすべて塗装ですねシールなどは一切入っていませんでしたでここが多分載せるときに邪魔にならないようにう動くこうやって動かすことができますねでここタイヤもしっかり回りますしタイヤじゃないハンドルですねハンドルもしっかり回すことができてタイヤもです、ね、しっかりと動くのでこのように あ、落ちちゃった。走らせることができます。では、ちょっと乗せてみたいと思いますね。で、青い方なんですけど、ちょっとタイヤ見つからなくなっちゃって、青い方もですね、基本的に色が違うだけでですね、構造とかは一緒ですね。ちょっと乗せてみたいと思います。乗せ方は書いてあるかな乗せ方は乗ってないのか。レーシングカート自体どうやって乗るのかよくわかんないんですけど、こうかな こうでこうであこうかな膝を曲げたほうがいいのかないいはいこんな感じでですね乗せることができます 確かこれ結構シリーズが出てるみたいで色違いの素ボディももっとたくさんあるらしくてなのでですねこれちょっといっぱいいるといっぱい遊べるのでもっともっと見つけたらですねやってみたいと思いますねまだグレーも出ていないので他の色もやっていきたいと思いますねはいこのように乗せて、えー、遊ぶことができます ということでですね、今回はですね、カプセル素体スボディレーシングカートですね。新色ですね、こちら。えっ、ー、と、4回回してきました。1回、300円ですね。300円でこれだけの稼働ができるっていうのは、なかなか素晴らしいと思いますね。はい、ということでですね、えっ、ー、と、この動画はここで終わりたいと思います。 この動画気に入っていただけたら、いいねやコメントなどよろしくお願いします。またですね、ツイッターもやっているので、そちらの方をフォローしていただけたらありがたいです。またですね、えっ、ー、と、クロノですね、クロノですね、クロノの動画にもですね、マインクラフトをやって、一緒にやっている動画が何個か上がっているので、そちらも見ていただけるとありがたいです。それでは、 以上、みぐまでした。最後までご視聴ありがとうございました。